漢文訓読とは、漢文の語順構成を維持しながら、訓点を付して日本語の文体に置き換えて読解する、こと。古くはおこと点によって、漢文に、おや、ことなどを補うのに起こり、帰り点で読む順番を示したり、送り仮名とう点、カタカナなどで日本語の訓で読む助けにしたりして、発展した。おこと返点、帰り点送り仮名振り仮名な,などを総称して、訓点という、 漢文訓読の形にして読解したものを漢文訓読語あるいは単に訓読語と呼ぶ。漢文訓読自体は漢文が中国大陸から入るようになった古代の段階ですでに存在したと考えられているがその語形が表記されるようになったのは旧世紀頃とされている。漢文訓読語では文章そのものには触れず読解時に日本語の文法に合わせて 上下を点灯して適切な助詞、助動詞、活用語尾などを補い、それ以外のものは漢語として読んでいく方法が取られる。そのため、訓読自体も漢語の影響を受けやすく翻訳口調になることもある。一方で、その歴史の長さから古い日本語の形態を現代に伝える読み方や反対に金文字の発生果を行われなくなったものや、 類似の意味の日本語に置き換えられたものもある。また、漢文訓読語においては、音音面では、四瓶は手で、右音瓶はすし手に続く場合が、多いが助動詞の四瓶、右音瓶は少ない。チリカランに転じる即音便が多い。発音便では、ニリビミカランに転化したものが訓読には多いが、反対に、助動詞の発音便は少ない。これは、 通常行われていた古代日本語とは反対の傾向を示している。語方面では、来る、けるは、一般的な来るけるとは読まずに、来たるくえると読ませていた。死液用法に用いるサスは用いずに、シスを用いた。打ち消しのザリの連帯系ザル、依然系ザレは、訓読独自の用法であり、一般的には、それぞれぬねを使用した。水量のラムメリケムラ氏伝文推定のなり、 かかり女子のこそは訓読では少なく、かかり女子なむや修女子、関東女子はほとんど用いられなかった。反対に、秘境のごとしは本来は訓読のみに用いられた、用法であった。漢文訓読は9世紀頃までは、個々の間で、比較的自由に解釈されていたと見られている。ところが、10世紀に入ると、科学の成立によって、菅原氏、大江氏、藤原氏など起伝道堂、 病行道のそれぞれの家で、漢文訓読の流派が成立し、さらにそれぞれの一族内でも家計によって、訓読方法が異なる例もあった。また同様に、漢文経典を採用していた仏教の宗派間でも、経典の訓読方法が宗教的な論争に至る例もあった。とはいえ、漢文訓読体という一つの表現手法が広く、日本社会で授与されたのが、 この時期であったのも事実である。13世紀に総額や全集が伝来すると、当初はこれらも従来の漢文訓読で解釈されていた。だが、交互体の変化に伴う、会議の拡大と博士化による独占的な漢文訓読の強要に反発して、紀業片秀や慶安源呪ら前奏を中心に新たな訓法を模索する動きが強まり、中世後期から近世にかけて、 より交互に近い漢文訓読や反対により、原文に忠実な漢文訓読なども行われるようになった。直読と訓読を併記した両天本の一例。原漢文の教文の右側に、字音直読用のひらがなを左側に、漢文訓読用の訓点を施す。両天本は漢訳仏展や千字門で時々見られる。この画像は江戸期の 仏家業の折本で、如来受領品、第十六の自画家の一部。仏教界では、自己宗派の正当性に関わる問題だけに、漢文訓読の方法論の改革には、慎重な姿勢が見られた。在家信者の言行では、仏教経典の度教は、自音直読のみで行うのが普通である。寺院における僧侶の度教については、多くの宗派において、自音直読による読書と合わせて、 漢文訓読による読書も行われている。ただし、漢文訓読による読書は、正行ではなく、助行と位置づけられることが多い。江戸時代から明治初期の知識人は、漢文を教養素字として、漢文訓読を重要視して、それぞれの受けた教育や立場に基づく、漢文訓読を行う態度を示している。なお、江戸時代から明治期に、漢文訓読語で、 初版が出版され、その後、復刻されたものとして、和漢3サイズへ、表中訂正、後期辞典などを挙げることができる。現在の学校の教科書で見られる、漢文訓読法が確立したのは、意外に新しく、明治の末年である。江戸時代までは、各藩の藩校や、漢学者の学等ごとに、異なる風格やスタイルの漢文訓読が行われていた。明治時代、 近代的な学校制度の整備が進み、全国一律の漢文教育が行われるようになると、文部省は、ハットリューノをはじめとする当時の学者に依頼して、教科書用の漢文訓読法の整理統一を進めた。その結果は、明治45年に漢文教授に関する調査報告として発表された。その後、今日に至るまで、これに代わる公的な指針を政府は示していない。 2021年現在でも、文部省の検定教科書に掲載する漢文や、大学の入学試験に出題される漢文については、漢文教授に関する調査報告が示す、漢文訓読法の基準に依拠している。漢文訓読したものをさらに、日本語の文体として書き直した日本語文章を、漢文訓読文あるいは単に訓読文と呼ぶ。一般に読み下し文、書き下し文とも呼ばれている。 訓読したものを日本語の文章にしたものであるから、文語体のかな公文として表記され、日本語の口語文にまで直したものは含まれない。普通は漢字変化な混じり文で書かれるが、全文ひらがな文、全文カタカナ文の例も存在し、漢文訓読文をそのまま引用する場合にはその原文に従って引用されるのが一般的である。また、近年においてはカタカナを、 原文の漢字に対する、振り仮名、ひらがなを原文に付された、おこと点に対して用いる、訓典資料もある。漢文訓読文は、奈良時代から行われていたことが、俗に本気専用から推定されている。訓読記号を持つ原尊最古の資料の一つに、奈良時代の写本、俗家言計略書館定記があり、語順譜という読み順を示す、漢数字が付けられている。 奈良時代末期の延暦2から7年頃付けられたと考えられる。全文に訓典が施されているわけではないが、読解のための補助的な役割をしていたと考えられる。また、枕の創始や、源氏物語などにも、漢文訓読文からの引用部分が見られる。中世以後、諸学者や民衆向けに、漢文訓読体で書かれた歴史書や儒学書、 仏教経典などが現れるようになったほか軍記物語などにも影響を及ぼしている。江戸時代には庶民向けを中心に広く定着した。なお、明治から昭和後期にかけて公文書や新聞、雑誌に用いられた普通文と呼ばれる文語文は、漢文訓読体の影響を受けて発達した文体であると考えられている。漢字の周りや内部に、 点や棒線などの符号をつけることによって、その符号の位置で、助詞や助動詞などを表し、音節など区切りを示して、訓読の補助にする。博士家点の右上から時計回りに、お、こと、と、は、となることからおこと点と呼ばれる。なら、平安時代には始まったとされ、流派や時代によってそれぞれ符号の数や位置が異なり、 その中で朝廷の樹舎であった清原家によって使用された妙行店や菅原家の樹舎によって定められ陰性期以降に用いられた起伝店など100を超える種類があると言われている。この読む順を示すときに用いられた補助記号で字の左上に書かれるレ店のほか字の左下に書かれる123点や上下点などがある。漢字の左にあるレ、上トーンが乖離点である。 参考に読む順番を右に示した。敵に送り仮名を施して、ソ人トに盾と矛とをひさぐ、物ありと読む。再読文字まず返り点を無視して一度読んだ後、返り点に従ってもう一度読む文字のことを、再読文字という。書き下し文にする場合は、一度目の読みは漢字で、二度目はひらがなで書く。例えば、という文の、なおは、再読文字であり、なほ、ごとしと読む。 書き下し文にすると、となる。再読文字には他にも、水、ショーントス、ヨベシなどがある。ユニコードでは、3190から319回のコードポイントにかけて、蒸気返り点と文字同士をつなげる縦線が定義されている。ただし、一例点、上例点などはない。という句がありと返り点を付されていたとき、まず下、二が付されている字を飛ばして、次の字へ読み進む。 レテンは、それが付されている字の上の字を飛ばして付されている字をまず、読み、次に、上の字に変えて、読めという指示である。次の字に新たに会議点があれば、それに従う。すなわち、レ句クはという順で読むということを示す。一句は、ひさぐ、売ること。ともは、ともに最後に現代日本語に分けすると、日本において、独自に発達したと考えられているが、 朝鮮半島の尺読区決や、吉丹、ウイクルなどにおいても、同様の帰り読みの試みが見られ、自国の言語で、訓読的な解釈方法が行われた地域が、必ずしも日本に限定されたものではなく、中心地域の権威語に対する周辺諸地域における、共通の需要法ではないかとする動きもある。大事前小学館、寺島良安、山戸の綾三彩図へ、吉川博文館、 復刻版。氷中訂正、後期辞典、渡辺敦史、講談社。佐川真由子、漢文教授に関する調査報告の基礎的、研究、二小学者大学21世紀 COE プログラム、日本館文学研究の世界的拠点の構築、ピアニッシモ、45から62、2019年3月、金文教、漢文と、東アジア、訓読の文化圏。 岩波書店。ISBN 9長7840億431万2628。月本正幸。大東急記念文庫造続家言。計略書鑑定期間第5の訓典について。鎌倉時代語研究。2019年12月14日閲覧。月本正幸。大東急記念文庫造続家言。 計略書鑑定期間第5の訓典について、鎌倉時代語研究、http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/.000267332019 年12月14日閲覧。平安時代の式部署大学寮、博士職が用いたもの日本の漢字1600年の歴史、ペレ出版。 ピアニッシも141から 142ISBN 9兆7848億6064万3003レテンが字の左上に書かれるのだから右系例のようにレテンとその他の帰り点とが重なる場合なぜレテンが下になるかがわかる例ではほこの左上にあるレテンとともの左下の1点とが重なっているレテンが 字の左下に書かれるなどとする説明が、大事線、大事輪などの、会議点の項目でなされるが、誤りである。また、レ点と、その他の会議点が重なっている場合、その点が、一レ点、上レ点などと一つの会議点であるかのように、説明されることもあるが、これも誤りである。明治45年3月の、漢文教授に関する、文部省調査報告より転載。 ただし19世紀の一部の図書では行末に帰り点があるという。沢田創新、漢文教授法外説法文堂、1937年、漢文訓読法 -131 ページ。我日三章に我未一と訓定を施し、我日に三度び我が身を帰り見ると読まれることもある。先ほどとは、順序が異なっていることに注意。漢文、座ユにコードスタンダード。 2017年7月30日閲覧。恐縮であるが、リンク先ではテクストが異なるため、縦を縦に作る。ここで、友は、年始として、A とともレビーの形で使われる場合、友字がひらがなに直されて、A と B とと書き下される。社を、物と読む訓読ではわかりにくいが、社は単語を作る。結構助詞であってこれ自体が名詞ではない。 一句保護者で一つの名詞性単語である。また、訓読では、いいし、U の主語が、一句保護者であるかのように誤解されるかもしれないが、実際には、主語は、素人であって、一句保護者は、貧語である。したがって、句式は、第一句式 SV ではなく、第二句式素母である。このように訓読が、白文の構造を保たない場合がある。中国語には、時典がないので、 訓読には、それが現れないが、分けするときに、文脈から補うことになる。ただ、霊句の場合、原文ではこの後に、ホマーレメテレこれを曰く吐くと、句が途切れないから、気にしなくてよい。石塚2001小助川2012ありがとうございます。